やばいねこれ。下がるもっと。御嶽上空です。たくさんの場所から煙が上がっているのが確認できます。2014年9月27日岐阜県と長野県にまたがる標高3067メートルの御嶽山が噴火。地下水などがマグマに熱せられ水蒸気爆発が起きたもので、時速300キロで噴石が登山客を襲いました。死者58人、行方不明者は5人。戦後最悪の火山災害でした。あれから9年が経つのを前に、おととい新たな動きが。御嶽山の噴火からおよそ9年が経ち、今日から八丁ダルミが通行可能になったことを受け、登山口には多くの人が訪れています。大滝頂上と最高峰の剣ヶ峰を結ぶ八丁ダルミ、火口東側で噴気口近くに位置し、多くの犠牲者が出たこの尾根筋は、噴火以来一般登山客の立ち入りが規制されていました。避難シェルターを設置するなどして安全が確保されたとの判断で、おととい通行が可能になったのです。安全啓発をしておりまして、はい、よろしかったらこれ注意事項が書いてあります。午前6時半、標高2200メートルの登山口田野原では、火山研究者らが入り口で注意事項が書かれたチラシを配り、安全な登山を呼びかけました。そのうちの一人、名古屋大学で火山を研究しているキム・ヘンユン特任講師。御嶽山のふもとに研究施設はあります。長野県木曽町の道の駅に去年8月に開設された里テラス御嶽、併設された研究施設では、御嶽山やその周辺で発生する地震や火山性微動などを常時観測しています。登山前に必ず火山情報を、収集した上で、それから、登っていただきたいと。山登る際にはですね、火山ガスの匂いが、ちょっときつかったりとか、それから地鳴りがしたりとか、そういった異変や違和感を感じたら下山するということも必要かと思います。この日 CBC 取材班も八丁ダルミに向かいました。山を登り始めておよそ2時間が経ちました。ここから先が想定火口域になります。登山道の道幅はおよそ 2-3メーターで、急な斜面が続いているので、もし噴石などが落ちてきた場合にこの道を通って逃げるのは非常に困難な印象があります。ゴツゴツとした石が足元に続く登山道を進みます。午前10時前です。およそ3時間山を登り、八丁ダルミ手前まで到着しました。ここから先はおよそ9年間立ち入り禁止になっていたんですけれども、このあと10時半から通行可能になる予定です。八丁ダルミ入り口の大竹頂上には、立ち入り規制の解除を待つ多くの登山客が。そして大変お待たせいたしました。これで頂上の規制を行います。よろしくお願いします。で、安全に登山を楽しんでください。午前10時半、立ち入り規制が解除されました。大滝村は安全確保のため、ヘルメットの着用や速やかに移動することを呼びかけています。さらに、こちらが噴火が起きた際に身を守るためのシェルターです。30人収容できるということで、こちらと奥にあるもの、八丁ダルミには合わせて2つのシェルターがあります。ただ他に身を隠せるようなものがなく、噴火が起きた際にこれで全ての人の命を守れるのか、疑問が残ります。高さ2メートル14センチ、幅2メートル50センチの鋼鉄製の避難用シェルターが2つ。再び噴火が起きた際、果たしてこれで安全確保は十分なのか。大滝村の越原村長に尋ねると、確かに言われる通り、多ければ多いほど安全かもしれないですけども、やはり設置できる場所っていうのも
制約されるものですから、そういう意味でうちとしてはハードとしては当面この2基で運用すると考えています。シェルターを設置できる平らな場所に限りがあるため、当面はこのままです。安全対策について訪れていた登山客は、遺族の方もうちょっとね探したいっていうあれもあったかもしれないですけども、登山者僕らもね早く、復活してこのルートを使いたいなってのもありましたしね、何とも言えないところですね。涙が出てきました。まだ見つかってない人がいるんですよね。たまたま私その噴火の日に一緒に登るっていう方がやっぱり自信がないからやめますっていうことでやめて、あの命拾いしたっていうか、ここであの噴火が起きたらまず難しいだろうな、助かるのはなかなか、逃げるのは大変だったんだろうなって思いながら歩きましたけど、多くの犠牲者が出た八丁ダルミ、今シーズンは10月11日まで通行が可能です。国内の活火山は111、御嶽の教訓を忘れてはなりません。